はい、最近ではですね、これですね、これを、かじって持ってくるというか、まあ、その場でですね、アピールをするようになっています。昔ね、これを縛っていた場所から取り出すっていうことで、ブラシしてほしいよっていうのを言っていましたが、引っ越し後、収納場所が違うので、ちょっと、こうね、お互いの意思疎通ができてなくて、やってませんでしたけれども、これ自体はよく見えないかな、このとんがった部分がですね、丸くなってしまって、あまり毛が取れなくなっちゃってます。なのでこういったものでやってますね。これはね、かじりたくなっちゃうみたいなので、今はかじらせています。はい、じゃあこれで、そしてこういうものもですね、あとこれもいただき物ですけれども、これはバッチリ毛を取るためにはこちらの方がいいですね。ほら。よいしょ。ポンちゃん、4月27日。8です。4月28日って何の日か知ってる？ポンちゃん。ポンちゃん4周年おめでとう。はい、ポンちゃん。うちの子記念4周年だよ。はい。だからこれをあげます。すごいプレゼント。いいね、ポンちゃん。はい、今日のおやつは贅沢にフリーズドライの胸肉です。はい。ちゃんくんはお裾分け。あら、この機能すげえでか。いつもなんだっけ、ささみのやつをあげてるんだけど。よいしょ、今回、胸肉は初めてかも。よいしょ、でっかいです。すごいです。この技術すごいね。すごいね。はい、ポンちゃんね。我が家に来て4年が経ちました。はい、ジャンくんね。はい、ジャンくん、はい、じゃあ、はい。ちょっと大きいけどね。おいしい？あ、中に持って食べるね。大きかった、もうちょっとちっちゃく入ったはず。それ中に入れてあげる。はい。いいね、ポンちゃん。ポンちゃん鳥好きだよね。うん、チュールもね、お魚系よりね、鳥のささみとか、鳥とホタテとか、うん、そういうなんか鳥さんが入ってるの、チキン系が好きだよね、ポンちゃん。ね、ポンちゃん。もうちょっと足してあげましょう。ジャン君もジャン君吐かないでね。できたじゃん。おいしいね、いいね。おいしいのいただいたね。さんのピュアチュールは今日はマグロでしたね。4年でだいぶ甘えるようになれたポンちゃんでした。まだ食べな。そして8年ぐらい経ってめちゃめちゃ甘えん坊のジャン君です。はいはいはいみんなすごいゴツゴツいってる。すごいすごい。はい、ポンちゃんのためにではないんですけれども、またいただきました。どうもありがとうございます。これは柱が立ってるのね。そうなの、柱がね。潰れないように。そうだと思う。すごいよね。すごいね。考えるね。うん。そしてタンスシート。どういうこと？タンスシート。大切な衣類を嫌な匂いからや湿気カビから守る。だこれを敷いてお布団乗せたりお洋服を収納したりすると、なるほど、いいってやつだね。黒犬のお布団が結構汗を吸ってるのでね。はい、ありがとうございます。おじちゃんすごくいい感じです。うん、ちょっとお布団ほしほししなきゃね。そしてこれはまた除菌かな、薬用ハンドジェル。あ、手を洗うためだね。ハンドジェルだから、あれじゃない、手を洗わないで。アルコール系？シュシュって洗わなくて、ハンドジェルは多分洗わない、ほぼほぼこのカタカナの大きいとこしか僕には見えないので、後で適量を手に取り指先までムラなく引き込んでください。だから直接作る。どうもありがとうございます。あげるよ。あ、ちょっと待ってね。なんか大物かもしれないそれ。何？これ何？はい。なんだべ。スリムサイクルライト。あ、自転車にね。はい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 。自転車が事故防止のためにライト。この間もなんか一つもらったね。ありがとうございます。ありがとうございます。これ？そういうことだね。これも、まあ、自転車につけるかどうかちょっとあれだけど。これ、磁石になってるんだよね、ここがね。どうもありがとう。ありがとうございます。なんかすごいいっぱい、いろいろ考えてもらって。これもでしょ。あ、そうか、これも。これね、お野菜、くるんで、そう、なんか、ピッて、なんだっけ、まとめたり止めたりするやつ、はい、束ねる紐ってことですね。そうですね。はい、次は冷蔵庫にピッと貼れるって書いてある。たっぷり玉ねぎ、かつお、これはドレッシング。それね、おいしい。白だし、これおいしいよ。ひゃー、うちね、なるほど、このシリーズのね、うん、玉ねぎが入ったポン酢っていうやつを買って美味しくてお母さんに大好評だったんだけど、そうそう、それの白だしはまだ食べたことなかった。ありがとう。美味しそうです。ありがとうございます。美味しくいただきます。そしてこれはこちらかな、中型カラーピーマン。これさ、ピーマンとなんだっけ、パプリカは違うもの。うん、私もよくわからないんだけど、パプリカ。確認。確認チェックです。まあ、ピーマンですね。どうもありがとう。次が。これは。ピーマンです。はい、おじゃがです。メイクーンじゃなくて、メイクイン。猫かい。はい。メイクーン。これは。じゃなくて、メイクインが。はい、猫です。猫じゃない、じゃがいもです。はい、そしてこちらは甘夏。甘夏？はい。美味しそうだね、でっかいね。めっちゃでっかい甘夏です。大好きです。もうだんだん季節だね。そしてオクラ、ネバネバが体にいいよということでした。あ、春に出たオクラってことかな。春オクラ。はい、どうもありがとうございます。全部並べたやつを後で取りましょう。鹿児島さんです。はい。こんな感じになりました。ポンちゃん。ポンちゃんはピーマンの上に乗っております。ピーマンを抑え込んでおりますで、そこにもう一つ郵便で届きました。届いたものがあります。こんな感じ。はいでね、開けてみます、うん、でもね、どんな宝って書いてないの。ほら、まあ、また後でわかるでしょう、うん、これね、取れなくてね、なんかね、はい、こんな感じなんですよ。猫砂用目隠しケース。ああ、そういうこと、うんうん、バケツみたいなもの。うんうん、なんか折りたためて、猫砂をこう袋のまま入れて。あ、そうかそうか、うんちをではなくて、猫砂の袋が部屋の中にあるのを。そうそう、おしゃれにするっていうことね。そうそうそう、目隠し用ね。うち途中のやつをさ、縛ってそこに置いてあるからね。なるほど。それを切りちょうどいいや。うん。はい、どうもありがとうございます。これ、ポンちゃん入ると思うんですよね。あ、入る？あれ、これ乗ってんの？あ、こうか。ポンちゃん入る？ポンちゃん入る？はい、こんな感じでございました、はい、こんな感じでーす。あ、興味ある？入る？ポンちゃん、はい、どうぞ。入る？はい、全体は入らない。じゃあここに開いとくから入ってみてね。はい、皆さんどうもありがとうございます。